はいどうも皆様、こんにちは。今日はですね、宇野昌磨選手の魅力についてお話ししていこうと思います。宇野くんのちっちゃい時のね秘蔵映像を見ながらですね、皆様と宇野くんの魅力に迫っていこうと思います。ジャンプがとてもこのときから自然ですね。えー、飛んでるときの飛ぶときもですね、あまり腕を使わないでジャンプを飛んでるので、ここもあんまり腕を使ってないですね。 えー、とてもジャンプが自然で、あと、怪我のしにくいジャンプを飛んでるんですね。うのくんの、あのー、ちっちゃい時のね、ジャンプを見てみますと、ま違うねの時もそうなんですけど、怪我のしにくいジャンプですね。これは、あの、力が入ってない、とても、 スケーティングの、スケートの流れだけを使ってジャンプを飛んでる。羽生選手はどちらかといったら、自力で陸上型のフィギュアジャンプになるので、少しこう力が入っちゃうんですが、宇野君の場合は、あの本当に流れそのままにジャンプを飛んでるので、あまりこう力を加えないでジャンプを飛ぶところですね。まあ、それがこのちっちゃい山田町子先生のときですね、できてたと思いますね。はい それとこれ2009年の全日本ジュニアの時のね、えー、映像なんですけどちょっと待ってくださいね、えー、これねちょっと面白いなと思っててなんか あの宇野くん右羽生くん真ん中で、えー、左側に中村健介くんがいるんですけども、まあ、一回り、えー、背が小さくて、えー、かしこまってる感じで、えー、なんか緊張の馬を用いて、えー、なんかその特にこうなんかな何か何を考えてるのかなっていうような、えー、そういう表情をされてる、まあ、とてもこれはねなんか印象的ですねとても、うん、何なんだろう、うんうん、面白いというか可愛いらしいというかこういったところでねあの宇野くんそこにいるだけ でファンつくっていうことわざがあるんですけど、まあ、羽生くんの場合は何かアクションをしてファンを身につけると宇野君はそこにいるだけで、えー、本当にファンは、えー、ほんわか,かするみたいなそういう感じなのかもしれないですね。はい、はい、もうなんかオリンピックに行きたい練習を積み重ねたい、えー、そういうなんていうのかな、あのー なんて言うんですかね、欲をこう、よ欲というよりも、貪欲というよりも、あの、フィギュアスケート頑張ってますみたいな、うん、うん、うん、違うな、なんかあの、もうそのまま僕はオリンピックに行くのは知ってるみたいな、そういう感じだと思いますよね、オリンピックに行くのは知ってるみたいな、だから早くオリンピック行きたいですっていう、まあ、そういうことなのかなと思いますよね。はい はいまあ、今、これ、ループとかね、ルッツとかフリップとかやってるんですけど、とても流れがあって、このちっちゃい時きか、ついうか、着地した時のこれですね、着地した後の流れ、とても美しいですね、ランディングに無駄な動きがないので、まあ、この時からもですね、とてもね、あとループジャンプやってるんですけど、この、ちょっとこれはルッツなんですが、 この後のループジャンプも、手をね、そんなにほら、もう結構ジャンプ飛ぶ前に、もうすでに手が前のの方にあの手前の方にあるんですね。で、他の選手は結構後ろの方にあって、あの思いっきり手を引いてからジャンプを飛ぶことが多いんですが、宇野君はこの頃からもですね、えー、すでに腕の方が前の方にあって、あまり、ね、手の力をジャンプに使ってないっていうところが、まあ証拠としてあるなって思いますね。本当になんかこう、無駄な動き、あの力が入ってなくて、えー、スムーズにジャンプに入っていってるので、とても ね見てて素晴らしいというかあの怪我のしにくいジャンプだなっていうのがお分かりいただけますよね。はい そして、あと徹底的にね可愛さがあるっていうところがここだと思いますね。夢はオリンピックで金メダルを取ることですってねえ記者の質問に答えられているんですがまだね声がえ高くてですねあどけなさがありえとてもその周りの人もねえやはり小野君の喋っただけでファンが多くなっちゃうっていうまあそういうことだと思うんですけどここで注目あるのは次の発言でこれです。 え早く出たいですあのオリンピック金メダル取りたいって言うんですけどその後にですね宇野くんらしさが出てるんですね。ここ 早く出たいです。これですね。ここがね、とてもうぬくんらしいのと。なんかもうオリンピックに出ることは知ってるけど、なんか早く出たいです。なんか、とてもね、オリンピックって難しい舞台なんだけども、その、そもそも論としてオリンピックに出ることは知ってるみたいな。なんかそれをね、えー、もうなんかその、特に苦労をするとかっていうわけじゃなくて、オリンピックに出るっていうのはもう本当にもう知ってるっていうね。そういう感じでね、話してるのが、とてもなんかそのストレスがなくていいなって思いました。うん。あの、ストレスなくね、あの、羽生くんはど といったら山登りをするような感じでこう谷、山に谷なりっていう感じなんですけど、宇野くん、逆であの、オリンピックっていうのは川下にあるんですね、川がこう流れてたら、ですねこの下にね、えー、オリンピックがあるんですよ。だから宇野くん、ここにいるんですよ。宇野くん、ここにいて、こう、ぐーってこう流されてるんですね、こうでオリンピックに到達,到達みたいな。石がこうたまに、ね、たまに障害がありますね、石とかありますけども、石があっても、えー、川がね、えー、川下りなんで、こう、川石をね、よけていくんですね、こうやって。そういうい なんで、しょうねで羽生くんの場合は逆にこう、山に谷にこうこうね、こういう感じでいくので、まあ、結構大変だと思うんですけども、宇野くんの場合はもうオリンピックっていうのはもう知ってると、だからまあ,あとはね、あのなんかこう、スキーのようにぐわーっと下っていこうみたいな、そういう感じのイメージかなと思いますね。なんかオリンピックに出るのは知ってるから、早く出たいですってね、早く、ストーンとね、こうオリンピックに向かいたいっていう、そういうね、感じかと思いますよね。はい、うん そして、えー、っと、次が、あの、ちょっと宇野くんの演技、これ、違うの,あのフリースケーティングの演技見ていくんですけど、とにかくですね、演技が本当にあのしなやかで、体の使い方、体がすべてフィギュアスケートに馴染んでいるというか、もうフィギュアスケートの氷が先か、宇野昌磨んが先かというね、あの滑っているときは本当に氷にこう、なんか粘りつく感じ、こういうところですね、こういう感じのスケーティング、次いきますよ。 こういうとここね、こう粘りがある。粘りがあるんですね。とても粘りがある。ここですよ、こういうとこうこうやってカターンをすると粘りですね、えー。こういうターンをして、そしてこういうバッククロスでやってるんですけど、とてもね、粘り気のあるスケーティングなんで、ジャンプ飛ぶときもですね、粘り気があるんですよね。とても着地も美しいですし、ルッツジャンプなんですけど、こういうね、フォアの、えー、クロスも、えー、これはトリプルルッツ、これインサイドになっちゃってるんですけども、でもね、えー こうフォアのね、こういうクロスのときもですねあの、とても美しいなと思うのは、あのくんの背中ですね、背中がとても綺麗ですね、あのこうやって普通に滑っている姿、下半身もそうなんですけども、上半身の所作というのもですね、えー、小さいときからとてもねあの、こういうとこ、こういうとことても綺麗ですね、背中がジャンプ飛んで、えー、その後の,の、この、これですね、こう背中らへん。 背中はとても美しいですし、それから体全体がですね、まあ,あんまり前傾姿勢にならずにですねとても美しいと思いますね、はい。本当にこれはフィギュアスケートの美しさっていうのを伝えてくれる選手かなと思いますよね。こトリプルトーループなんかもとても、ね、余裕があってスピードを生かしてフィギュアスケートの氷を生かしてね飛んでいるところもとても、ね、美しいと思いますね。はい まですから全く羽生選手とは別の魅力があって、まあ、それぞれ、えーそうですねまあ、魅力が違うというところ、まあ、小さい時からも、ね、こう分かるんですけども、まあ、あの基本の機能を作ったのがやはり。 まあ、結構まあ天才型かなと思いますね、宇野君の場合は。宇野君の方がもしかすると天才型で、羽生君の方が努力型かなと思いますね。ただ、宇野選手は努力と天才がマッチングしてるっていうところがあるので、まあ、その努力をするっていうことがそんなに苦じゃないのかもしれないですね。はい、好きなものにこう打ち込める、集中して打ち込めるっていうところが、やはりあのお互いね、 え魅力がそれぞれ違うんですけれども共通する点かと思いますね。はい。というわけで今日は宇野昌磨選手秘蔵の映像を見ながらですね、魅力をお伝えしました。最後までご成長していただきまして、ありがとうございます。